鋼さんの言う通りだと思うよ。そうでなかったら私とっくに逃げ出してるもん。お姉さまにそう言っていただけて、私とっても嬉しいです。ところで鋼さん、ずっと気になってたんだけど、聞いてもいい？ん？なに？答えにくかったら言わなくていいんだけど、その腕って機械だよね？ええ、そうよ。どこか変かしら。変っていうか、めっちゃすごいなって。そんなの見たことも聞いたこともないよ。私もです。あなたたちは怪我をしたり病気で失った組織や器官をからくりで代用しないの？義手とか人工臓器みたいな感じなのかな。でも私の時代にだってそんなすごいのはないと思う。ふーん、そうなのね。取り替えも効くし便利よ。なんだか想像もつきません。私の腕がどういう技術で作られているかなんて、それこそどうでもいいことよ。調律の巫女さんの役に立てばね。それは十分すぎるほど役に立ってるよ。鋼さんが仲間で本当に良かったって思ってる。あら、嬉しい。ちなみに女の子を抱き寄せるのにも便利なのよ。試してみる？何言ってるのよ鋼さん。こんなところでダメです。いえ、こんなところじゃなくてもダメですけど。赤くなっちゃって、二人ともほんと可愛いわね。冗談よ、冗談。冗談？びっくりした。こんな状況なのに緊張感ないな。必要ない緊張なんてしないに越したことないわ。余計な力が入ってると実力を出し切れないってこともあるんだから、肩の力を抜いていきましょ。確かに
鋼さんのおかげでちょっと緊張がほぐれたかも。まずはその門番とやらを倒すのに私の腕を役立てるとしましょうか。サクッとやっつけて小耳ちゃんを探しに行きましょう。そうだった、鋼さんの言う通りね。うん、先に進もう。みんな準備はいい？足元に注意してください。落ちたらただじゃ済まないわね。向こうに何かあるわね。私の術でいけるかしら。それ気配が変わった。気をつけましょう。なんだか嫌な予感がするわね。まだまだ、こんなものじゃないんだからね。